三古式部は、幕末の森岡藩が老である。高知州の一人、伊名は与えただし、戸沢与一の次男。また、七古藩藩主の南部新民のいとこにあたる。藩主たる三古南部市一門で、七大藩主南部利市の十南三古神賀の開いた門屋敷三古市の血筋である。角屋敷三古家二代目の南部新明の時、 新章の長男、秀之助が、元病のため廃着され、戸沢氏を名乗り分家した家系であった。天保五年、戸沢大五郎は四両五人ぶちで分家した。河江元年、戸沢家当主の兄で、横沢兵庫と共に、家老剣金授頭及び、南ブリ部デン役であった、聖明が、種名によって、戸沢氏から三の弊師に改めたが、当主と、着難限定の命令だったため、 弟の大五郎は、戸沢製のままであった。病床にあった兄、三小住明が死去すると大五郎は、その末期用紙となって三小家を継ぐ。家録は七百国。文久二年十二月二十日に過老に就任する。翌年に式部と改名する。慶応二年神殿開発により、増七百五十国余りとなった。家老ではあるが家老としての席次的には常に、 東製図や奈良山佐渡より下であった。また、奈良山と御用人、目時高行晋による奥上津列藩同盟への加盟をめぐる争いには立場を明確にせず、奈良山佐渡に一任した。慶応3年に奈良山佐渡の指示により、反平を率いて上落したが、大津で、戸場、伏見の戦いを知り、国元に休止を送った。その後、判明により京都留守協約として、 情報収集に当たった。慶応4年9月に国元に帰国した。その後、奥上越列藩同盟で、旧幕府側についた森岡藩が新政府軍に降伏する際に、藩主、南部都市久の名城として、王鎮部軍総督、九条道行に配越し降伏した。明治三年隠居、同十五年死去。あと、嫡男の三個、あ明が継いだ。 海底増法大武漢中間参照。海底増法大武漢中間参照。ありがとうございます。